それではですね、郊外の世界遺産に向かうために、まずはブリュッセル中央駅の方に向かって歩いていきたいと思います。朝ぶりのブリュッセル中央駅に帰ってきました。で、これから向かう世界遺産はですね、地下鉄の駅が最寄り駅になるので、ここから地下鉄の駅を探したいと思います。ちょっと中央駅周辺が工事をしていて、こんな風にですね、地下鉄の駅が分かりづらくなってるんですけど、結構ね、至る所に見えるかな、あの案内板 M ってやつですね、あれがあるんで、これに従っていけば行けそうです。おお、結構大掛かりな工事なんですね。これですね、この M です。ようやく地下鉄駅に来ました。ここから1号線に乗りたいと思います。確かブリュッセルの公共交通機関、メトロとかバスとかトラムとかビザタッチで行けるはずなので、それで乗りたいと思います。ビザタッチをして、ホームまで降りてきました。こんな感じなんですね。一番の電車が来たので、これに乗りたいと思います。車両意外と綺麗。現在時刻は午後1時29分、モンゴメリーという駅まで来ました。この駅は出るところもちゃんと改札あるんですね。では出るときもビザタッチしたいと思います。出れました。それではひとまず地上に出たいと思います。わあ、いい天気で嬉しいな。よかったです。それではここから世界遺産のストックレー邸を目指したいと思います。このモンゴメリー駅を降りたところは噴水になってて、あそこはラウンドアバウトみたいになってるんですね。これ開けてて気持ちがいいです。でね、その正面になんか向こうに立派な凱旋門みたいのがあるんですよね。あれ何ですかね。やっぱりちょっとブリュッセル中心部から離れるとというか、郊外に来ると全然雰囲気違いますね。この辺は、どっちかっていうと住宅街とかなのかな？なんかね、結構立派なお屋敷みたいなのが並んでるんですよね、こうやって。これ多分、お家ですよね、きっと。すごい、バラの家。見えてきましたね。多分あれかな。おお、これだこれだ。ストックレー邸に到着しました。やっぱりモンゴメリー駅からちょっと歩きましたね。正面まで回ってきました。うわー、いいですなー。ストックレー邸の反対側というか、こっちの端まで歩いてきました。多分今ストックレー邸って入れないのかな？入れないんでしたっけ？まあ今日はね、ちょっと時間の関係もあるんで、外観だけ見て帰りたいと思います。でもようやく来れました。ストックレー邸。嬉しいです。では、ストックレー邸はこれぐらいにして、次の世界遺産に向かいたいと思います。ありがとうございました。それではまたモンゴメリー駅まで歩いて戻りたいと思います。モンゴメリー駅を降りた噴水のところまで帰ってきました。なんか人間の心理として、知らない道歩くときって行くときより帰りの方が早く感じますよね。なんかあっという間に戻ってきた感じ。それではまたモンゴメリー駅から地下鉄に乗りたいと思います。またビザタッチで入りたいと思います。この青いやつか、青いやつですね。
現在時刻は午後2時14分、シューマンという駅まで来ました。この駅は、なんだろう、空港鉄道と接続されてるんですかね。それもあってすごい綺麗な駅です。長いエスカレーターですね。それでは地上に向かいたいと思います。それでは地上に出ます。おお、EU の旗がお出迎えです。ひゃー、立派ですな。確か、この立派な建物、EU のベルレモンでしたっけ?とかっていう建物だったと思います。いやー、ご立派。それではこの駅から歩いて世界遺産に向かいたいと思います。また多分10分ぐらいかな、片道。それでは元気に歩いていきましょう。おそらくこの辺りにお目当ての世界遺産があるはずです。左側は池ですね。あ、これかな?あ、ありました。世界遺産バン・エトベルド邸に到着しました。こちらのバン・エトベルド邸は世界遺産ビクトル・オルタの建築群の構成資産の一つですね。では近づいてみましょうか。意外とここ車通り多いので気をつけないとですね。失礼します。あ、ここに出てますね、バン・エトベルド邸。お花が咲いてますね。で、中の見学もできると思うんですけど、今回は時間の関係でやめておきます。それではバン・エトベルド邸の見学はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それではまた歩いてシューマン駅まで戻りたいと思います。地下鉄シューマン駅に到着しました。では今度はここから5番線に乗りたいと思います。現在時刻は午後3時12分、ボイユという駅までやってきました。ここからバスに乗り換えて次の世界遺産に向かいたいと思います。それでは地上に出ましょう。おお、こんな感じか。多分すぐバス停があるって聞いたんですけど、あれかな、目の前にあるボイユっていう駅はこんな感じなんですね。もうここまで来ると地下鉄っていう感じではないんですね。なんだかのどかな感じになってまいりました。17番のバスに乗車しました。ほとんどが地元の方だと思うんですけど、結構バス利用者の方多いんですね。でもこうやってなんか路線バスに乗るとやっぱりなんだろうな、地元に溶け込んでるみたいで乗るの難しいけどちょっと嬉しいです。この辺りはいわゆる観光エリアとは全然違うんでしょうけど、街並みすごい素敵ですね。でもどちらかというと住宅街に近いんですかね。
現在時刻は午後3時49分、フォレステリエというバス停まで来ました。ではですね、このバス停の歩いてすぐ、もう目の前ですね、このオブジェみたいなのがあって、その先、あの両端はもう世界遺産エリアになると思いますので、そちらまで歩いて向かいたいと思います。この見えてる、この道路の両端ですね。この緑の森っぽいやつ。これがブナのブナ林なんですけれども、なんちゃらかんちゃらのブナ林という世界遺産の、登録エリアですね。ではせっかくなので、世界遺産エリアの中というか、横というか、までちょっと散歩してきましょう。うわー、でも、今日日差しがあって、日差しのところは少し暑いから、木陰が気持ちいいですね。おー、この両端は、もう世界遺産の登録範囲ですね。昔ながらのブナ林が残ってるっていう、そんな感じの世界遺産だったと思います。お、なんか書いてある。あれ、あの人歩いてるな。ここ入っていいのかな？多分入れそうですね。ちょっと行ってみますか。いやー、ブナ林、実際入れないと思ってたので、ちょっと入れるのは嬉しいですね。では、お散歩していきましょう。おわーお。あ、ちゃんとここに、世界遺産のマークがあります。まあ、全く興味がない人は、わざわざベルギー来て、こんなところ来て何が面白いんだっていう人が、多分ほとんどだと思うんですけど、世界遺産好きからすると、このマークが見れただけでもうね、幸せなんですよ。ありがとうございます。では、ブナ林をのんびり散歩しましょう。いやー、気持ちいいですね。森林浴というか、空気が澄んでて綺麗です。いやー、これ、なんか、正直に言うと、この世界遺産、今回の旅で、全く、期待してなかったんですけど、実際来てみたら、めちゃくちゃ良かった、ここ来て。気持ちいい。あと、やっぱり今日、晴れてて良かったですね。晴れててこう日差しがあって良かったです。雨とか降ってたりとか、あと寒かったりとかしたら、多分こんなに綺麗に見えないでしょうし、何より多分ただ寒いだけで終わる気がします。いやー良かった。ちょっと前を歩いてる男性の方は、ワンちゃんのお散歩してますね。ワンちゃんもこういうところを散歩できたら、すごい嬉しいというか、幸せなんだろうなって思います。それではそろそろ、ブナ林の見学は終わりにして戻りたいと思います。ブナ林さん、ありがとうございました。マイナスイオン、たっぷり浴びさせていただきました。あと来る前、軽く見てて本当にすいません。ごめんなさい。ありがとうございました。それでは、入ってきたところから、また道路の方に出ましょう。ここね、ほんといいですよ。ベルギー旅行というか、ブリュッセルに滞在する人、ブリュッセルに旅行に来た人、ちょっとね、バスに乗ったりするのが少しだけ大変かもしれないですけど、ここほんとおすすめ。それでは降りたバス停のところまでまた戻りたいと思います。ちょうど来た17番のバスに飛び乗りました。行き先がね、
あの、ブナリンに来るときにバスに乗った、ビューレイっていうバス停行きになってるので、多分これで大丈夫だと思います。さっきインターナショナルスクールっていうバス停もありましたけど、この辺りはなんか学生が本当にたくさんいますね。学校がいくつかあるのかな。現在時刻は午後4時29分。ビューローという駅まで戻ってきました。それではまたここから地下鉄に乗ってブリュッセル中央駅の方に戻りたいと思います。